はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。4時半ですね。中大紀元に、これは昨日出た記事ですか。そうですね、昨日出た記事、中共のダム計画に中止の請願をしたチベット人100人以上が逮捕される、中国四川ということでですね、なんかこう写真が写ってるんですけども、なんか騒動してんなという感じですね。本文いきましょう。目を疑うような陰惨な光景である。チベット仏教のラマ僧やチベット人たちが、これなんてか、ぬか漬けかな、こうハウという字ですね、ハウというか、ぬか漬けかな、ぬか漬け、大声で泣きながら懇願するのに、ひざまずきかな、ひざまずき、いや、ぬか漬けかな、今日はからん、足にね、危険の木という字を、またアホやとか言われるね、ちょっと待って、ね、調べますね。ぬか漬けかひざまずきかどっちかなんでしょうね。どこで調べよう、ここ。ひざまずきか。はい。ひざまずき、大声で泣きながら懇願するのに対して、うすら笑いを浮かべる中共の警察や当局者たち。この光景がいかに異常であるか。そして人類が住む地球上にあってはならない恐るべきことであるか。中共の罪深さは日本にいる私たちの想像をはるかに超えるため、実感しにくいのも無理はないと。語弊を恐れずに言えば、キリスト教世界においてローマ法王に土下座をさせ、その頭を泥靴で踏みつけてるにも等しい。口にするのもはばかられるような悪魔の所業であるが、それを平気でするのが中国共産党であると。このほど四川省で進められている当局のダム建設に反対し、連日のように抗議活動を行ってきた100人以上のチベット人、過去四川省在住のチベット人が現地警察に逮捕されたことが分かった。またその他の情報として、拘束されたチベット人はラマ僧を含めて1000人以上というものもある。問題のダムは金沙江という下流で長江につながる大河に作られようとしている。このダム建設によって水底に沈む6つの寺院の中には貴重な古代の壁画が保存された1000年以上の歴史を持つ古刹大泰寺も含まれる。大泰寺はこの場所が都市から離れた山間部であったため、文化大革命期における紅衛兵の攻撃をほとんど受けなかった。そのことが幸いして、およそ1000年前の貴重な壁画や建物などが奇跡的に良好な状態で保存されている。中国で1000年前の建物っていうのは珍しいですね。それら貴重な文化遺産を中国共産党がダム建設によって湖底に沈めることは、いわばユネスコ世界遺産である敦煌幕考窟っていいのかなの壁画や石窟群を重機で壊すことにも匹敵する暴挙というしかないと。タリバン政権は2001年2月バーミヤンの仏教遺跡を爆破することを宣言し、同年3月にはそれを実行した。その貴重な文化遺跡の破壊をついに世界は制止することができなかった。まあいいか、続けますけど、なんかねあの中国共産党ってですね、こうチベットのですね、まあ宗教、あのチベット仏教、昔ラマ教なんて言ってましたけど、を目の敵にしてるんですね。でダライ・ラマという人がですね、チベット仏教の総帥であったんですけども、この方がですね、14歳ぐらいの時にですね、中共軍がですね、まあ、中国共産党の軍隊がチベットに押しかけていってですね、独立を奪ったんですね。でそれ以来ですね、圧政が続いてましてですね、中国共産党の軍隊に殺されたチベット人っていうのは100万単位だと言われています。同じく、まあ、ウイグルでも同じようなことが行われていまして、ウイグルはですね、核実験場にされてしまいました。まあ、広いんでね、砂漠で広いんでですね、ちょうどよかったんでしょうね、中国人にとっては。
でウイグルでもですねイスラム教徒なんでですね彼らをですねいじめにいじめ抜いてですね要はねその宗教の信仰から剥がしたくて仕方がないんですよ中国共産党っていうの、で剥がしてですね中国人化したいんですね、そのお前らチベット人やけど中国人やろみたいなんですねでだから言葉も取り上げようとしてるわけです学校教育においてチベット語を使うなというようなことになってますねでウイグル語を使うなっていうようになってますそうやってですね、40、50年経てばですね、もう完全にお前ら中国人やろうということになってしまうでしょう。だから、民族性を取り上げようとしてるわけですけど、まあ、彼らは彼らでそれを必死に抵抗しているわけですね。で、世界中にそのことを訴えてるんですけど、やっぱし中国共産党の力は偉大ですからね、偉大というか巨大ですからね、全然こう、抵抗運動が実っていないというのが現実でして、まあ、こういった現象をですね、チベット仏教を破壊しようというような行為、これ多分このダムもね、それが目的なんちゃうかなと思うんですね。で、まあ、沈めてしまえと。要は、そういうものがあるとですね、なかなか信仰から離れないというふうに中国人たちは思うんでしょうね。まあ、しかしですね、暴挙といえば暴挙ですよ。このですね、動画、このチャンネルの動画でたびたび申し上げている通り、中国共産党という今の王朝はですね、間もなく終わると思います。今年終わっても不思議ではないしですね、あと50年続くなんてことはありえないと思います。早ければ5年以内に終わるでしょうし、10年もたないでしょうね。今の経済の崩壊状態をなんとかしないとですね、このままずるずるっていくと、どんどん傷はね、深まっていってるんですね、今。日本の1990年代もそうでしたけど、ですね、不良債権っていうのは、時間を置けば置くほど膨らむんですよ。で、今それを膨らます作業までしてますからね、中国は。要は、どんどん借り換えってやっていってですね、そこで利子をですね、つけてやってるわけですから、どんどん膨らんでいくわけですよ。なんでですね、今でももう取り返しのつかない規模なんですけど、この後ですね、もっともっと矛盾がですね、大きくなっていくとですね、まあ、社会の秩序を維持できなくなるんちゃうかなと思います。で、ただでさえ今ですね、習近平というトップはですね、人民から嫌われてるわけですね、中国人から嫌われてるわけですよ。で、この後、習近平に代わる人もいないんですけどもですね、中国共産党というものはですね、こう邪悪な集団であるということをですね、大方の中国人が気づいてるわけですね。共産党員ですらそれに気づいてると思います。だから一旦崩壊が始まれば早いんですよ。ただ、その後どうなるか、あるいはその混乱がどの程度ですね、まあ犠牲を伴うかというようなことはわかりません。わかりませんけども、とりあえず終わるんちゃうのかなと。その時にですね、ウイグル人やチベット人にはですね、独立のチャンスが生まれるのではないかと。で、日本やアメリカやですね、ヨーロッパ諸国はですね、それを支援すべきであると思いますね。特に同じ仏教国であるですね、日本はですね、チベットに対して、こう、かなりの支援をすべきではないのかなという気はしますね。まあ、ものすごい、だから今ね、世界史がうねってるんですね。そこでどうなるこうなるってもうそんなもん分からへんわと一概にこうなってああなってて言えませんからねその何がどうなるか分かりません。1991年にソ連が崩壊しましたけどもあんなもんを、ね、予測していた人ってほとんどいなかったんですよ。いやいましたよ何人かは偉っと思いましたけど、まあ、今回の中国共産党の共産庁のですね、終焉もですね、まだですね、大きな声で予測してる人はいないんですけど、まあでもありえますよ。ただ、あのソ連の崩壊と中国とは今、だいぶ違いまして、あのソ連は経済がぐちゃぐちゃになってたんですよね。今回、中国はある程度繁栄した後でしょう。まあ、その後今ぐちゃぐちゃになってるんですかね。でもその人民が飢えたりですね、物不足に苦しんだりということはないでしょう。今の中国というのは。当時のソ連はそうなんですよ。日用品にもことを変えていたわけですよ。だからですね、そこまでではないんでですね、その、やっぱりその、あれをベースにですね、こうなるとかああなるとかって言えるもんではないとは思いますね。はい。でも非常な混乱が続いてですね、
ぐっちゃぐちゃになってですね、なんかもうなんていうか無政府状態にはなるとは思いますけどね。はい、ということでこのですね大期限のアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。